タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。はい、他に何かご質問ある方いらっしゃいますか？何が一番売れると思います？実は軽貨物キッチンだと思うんです。軽貨物キッチン、はい、この放送をしている時はまだそんなには広まっていないことがありまして、神奈川県がキッチンの条例が変わったんですね。前まで茅ヶ崎で取ったら茅ヶ崎のものとか、例えば横浜、神奈川やったら神奈川、毎市で取らないといけなかったんです、資格というか許可証。でそれが6月1日から一社どこかでキッチンの登録取れば全部乗ってもいいよ、商売してもいいよっていう法律ができたんです。緩和されたんです。それが多分もうちょこちょこ広まってきていると思うんですけど、キッチンがものすごく動くなとは思ってます。うん、ご自分の技術的なところで言うと、はい、何だと思いますか？多分それは市場的にそうだっていうことじゃないですか、はい、ご自分の経験と実力やったら何が一番売れると思うんですか？他との差別化で言うと、他の差別化で言うと、僕 FRP 造形、もともと専門学校の講師もしてたんです。で FRP の形を一から作っていくものとか、あと溶接とか A の仕事もしてたんですね。っていうものでちょっとピンとこないと思うんで、一つだけ見せたいものがあるんですね。これなんですけど、これこれだけパッと見たら厚い板で削ったってみんな思われるんです、はい、実は薄い板でハンマーだけで作ったんです。はい、ハンマーだけで叩いて作ったんです。はい、さあどうですか？あ、どうぞ。はい、あ、足は溶接されててってことですね。あ、足はつけてってことですね。足立さんの質問はどのタイプの車両が一番売れるかっていうことだと思うんですけど、その作る能力として、はい、人に負けないっていうことですか？需要がもし何ですか、こういうのが作ってほしいとかっていうのやったら、はい、もう絶対カバーしてみせるみたいな技術力があるっていうことですね。チャレンジ力っていうことですよね。はい、どの辺の形にしてもアメリカから材料来ないんだったらそれに代替品になるものを僕たちは作れるんでっていうのを強めて、 でも19社に頼んで組み立ててもらうんですよね、はい、基本は今回のこの話に関しては そ、ね、はい、それが一番自信があるのは自分で造形することが一番自信があるんですね、はい、一応確認なんですけど、はい、株式会社ハレルヤ代表斉藤智春、世界で絶大な人気を誇るカードゲームマジック・ザ・ギャザリングの専門店を運営、通信販売、実店舗経営、 YouTuber トモハッピーとしての活動で年間売上は30億を超える。ホビー界のエヴァンジェリストは相手のライフを癒すのか、あるいは強烈な一撃を叩き込むのか。今回はその自動車ではなくて、その自動車が引く、はい、キャンピングカーのその後ろの部分とかキッチンカーのこう引っ張られる方の商品ですよね。はい、そうです。そうですよね。でなんか例えば自動車の方だったら、はい、結構その誰もが知ってるような、まあ、国産とか海外のブランドのものが人気じゃないですか。やっぱり命に関わるものだし、はい、安心と信頼で買う方っていうの多いと思うんですよね、はい、でこの引っ張られる側の車両っていうのも、車両って言っていいのか分かんないですけど、はい、引っ張られる側の箱も、はい、やっぱりなんか寝泊まりするだったり、はい、そのキッチンカーで商売するだったり、はい、特殊車両でもいいんですけど、この新興のメーカーさんっていうのは、はい、結構その販売する競争において損と言いますか、みんな買いたがんないんじゃないかなって思うんですけど、それは自動車に比べてそんなでもないんですかね。要は全く新しいメーカーとしてやるわけですよね、今回って。あ、そうです、はい、その人々がすでにその安心信頼実績があるところの方を買いたがるというのは強いんじゃないかなと思うんですけど、はい、あ、もうおっしゃる通りですね。あ、そうですか。はい、やっぱり有名なメーカーさんは、実用試験もたくさんされてて、はい、いっぱいネットに出てますんで、その点では最初は僕は正直勝てないと思います。そこをどのような感じで覆していこうと思ってますか？はい、普通に例えばマネをしてコピーをしてもこれ一生勝てないですよね、はい、もうマネなん で僕はその
キャンピングカーだけで言うなら、さっきほどお話した通り、僕はそこまで売れないと思ってるんです、うん、さっきからおっしゃってますね。はい。でそこに付加価値つけるのに、一応題材として世界一広いものを取り扱うっていうものを出したんですけど、これを YouTube 出してる時に海外から結構オファーがあったんです、ね、あのアメリカの YouTuber さんからコラボがしたいとか、これ見せてくれとか、クールとかいっぱい言っていただいて、でアメリカにはそういうのがなくて、で本来は6月に来る予定だったんです。でコラボをする予定だったんですけど、はい、ただコロナでちょっと無理だということで、まあ、こう形で裸一貫で来てしまう形になったんですけど、向こうでは受けるんやっていうのがすごく分かったんです。だからこっちではそこまでキャンピングカー競争に自分が参加してっていうよりも、もっと社会貢献になる方に力を入れたくて、軽貨物、キッチンカーやら福祉の方のっていう方が本当はメインでっていうか、その B2B でもやっぱりそのすでにこう実績があるブランドがあるところに比べたらフリーなのは変わらないと思うんですけど、そんなことないんですかね、はい、国内輸入がすごく多いんです。キャンピングカーって多分ほぼ8割海外輸入なんですよ、うん、それを国内生産してるっていうのはすごい強いなという、部品供給をずっとできるっていうのは強いなというのは僕の一番の自信かもしれないです。国産だと競合ブランドがそもそもあんまりない、ないです。ああそうですか、はい、はい。おそらく国内製造でドア作ってますっていうのは僕だけしかいないと思うんですよ。国内で輸入して組み合わせてるところはあるけど、そうですそうです、パーツを作って組み合わせてるところはないんだ。ないと思います。積み上げられた札束は300万円。ファイナルジャッジを前に虎と志願者の攻防は白熱する。いよいよラストステートメント、運命やいかに。では時間も経ってきましたので、ヨンシンさんから最後のアピールをいただきたいと思います。ではヨンシンさん、ラストステートメント。ものづくりを引退してからミュージシャンになって、でまたものづくりに、まあ、帰ってこようとしているんですけども、まあ自分がいろんな人からまあものづくりまたしてくれて嬉しいとか期待されてることを再確認できた、まあ、今日の機会に本当に感謝します。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では、まずこの時点で足立社長から200万、そして、北川社長から100万出ておりますけれども、番組ルールとしては一人出し全額の438万円、一人で出してもいいよという方がいればその方が優先されますので、いつものように聞いていきます。この時点でモノポリオールの方いらっしゃいますか。はい、じゃあこれはいらっしゃらないようなんで、ヨンチンさんちょっと180度回転してこちら向いていただけますか。はい、ではファイナルジャッジメントタイムです。はい、じゃあヨンシンさん振り返ってください。はい、では順番に参ります。足立社長。はい、そのまま200万円になります。はい、やっぱり先ほど言った通り、いい方だし技術もきっと裏打ちされたものがあると思うので、本来はお手伝いしたいし、はい、一緒にちょっとなんか人柄的に一緒に仕事したいなと思うんですけど、どこまで行っても一人で売れるという販売ももう僕もないので、営業力も僕がないので、まあ、誰かと組むんだったらここが限界ですんで、はい、まあ、これが実現しようがしまいがぜひ頑張っていただきたいなと思います。ありがとうございました。はい、竹内社長。はい、僕は100万円なら出します。ありがとうございます。多分技術力だったり器用さっていうのは聞いてる限りすごく伝わったので、はい、あと僕も結構トレーラーハウスとかすごく好きで、はい、最終的には僕も買いたいなぐらいに思って聞いてたんですけど、はい、やっぱり安全面が気になる。その大手さんとかは多分すごくテストをされてて、はい、ですけどやっぱり車で引っ張るってなると人の命がかかるので、そこをやっぱクリアできるって前提だったら僕は出します。それをちょっと説明しなかったのでね、すいませんでした。はい、後で聞きます。はい、ありがとうございます。はい、現時点で、北川社長の含めて400万まで来ました。トマピ、あ38万円です。
すごい。はい、この段階で、カウンセルです。おめでとうございます。いやーすごい、はい、ちょっと持っちゃってますけど、はい、置いた方がいいですか。ありがとうございます。すいません、あまりにもあれでトマピーに聞いてません。トマピー、その心は。いや、100か0かですごい迷って、やっぱり自分全然わからないところだけど、ヨンシンさんがもういろんな準備をこうここまでの期間でできることをされ尽くしていらっしゃってて、ただ素人的には話分かりづらくて、やっぱりどれぐらいスケールするのかとか難しいんで、応援の気持ちで、どうしよう、応援の気持ちで出したいと思ってて、このちょうど希望額が端数があったんで、端数だけだったらそれで成立するんだったらぜひ応援させてくださいっていう企画になりました。はい、ありがとうございました。じゃあ一旦ここで完全オールなんですけども、順番に聞いていきましょう。北川社長、現在100万円ですけどいかがですか。はい、僕はこの100万円で、あ、ありがとうございます。もう職人仇のお人柄でもうとても応援したくなりました。ありがとうございます、はい、ビジネスモデルもすごく固いと思いました。はい、頑張りましょう。ありがとうございます。さあ、ここで林社長がナッシングだと綺麗に、数字が揃うわけです。林社長から出るとこっからまたね、いろいろと続きますが、林さんいかがでしょうか。ナッシングで。いや、トモハッピーすごいね、ほんとね、さすがですね、ほんと3枠で残り全額がやるっていうね、すごいっすよね、ほんと。はい、後半盛り返してきたんですけど、やっぱ僕あんま車とか詳しくないんでイメージができなかったんですよね。なんで完成予想図とかいろいろググったりしたんですけど分からなくて、はい、ちょっとナッシングさせていただきました。ありがとうございます。でもできたら見てみたいなと思ってますので、はい、ぜひ、はい、楽しみにしてます。はい、なんと綺麗な、ね、すごい。だってこの端数で438万円という希望金額で、438万円ですよ。だから虎を選ぶこともなくぴったりね。これに参加するにあたって、まあ僕のせいで、僕のプレゼンがむちゃくちゃでいろんな人に迷惑かけてしまうと思ったんですよ。だけどナッシングでもオールでも僕なんかほんまにいろんな人に愛されてたんやなっていうのを、この活動してる間にいろんな人から協力してくれてる人からも受けたんです。それだけでもすごい成功やったなっていう話をしてた矢先やったんで、なんかなんとも言えないけど頑張りよう。438万円ジャストの札束が積まれ、結果は完全オール。職人気質のキャラクターで不器用ながらも食らいつき、見事虎の心を動かした。最後に見せた涙、男の努力が報われた瞬間。タイガーファンディングは新たなドラマを生み続ける。男の背中を見送り、虎たちは次なる志願者の挑戦を待つ。